滝沢秀明が語るナンバーアンダーライン愛の未来と未公開の重大発表とは8月と10月に何が起こるナンバーアンダーライン愛のシークレットイベントに迫るナンバーアンダーライン愛の新プロジェクトとファンへの特別メッセージ今年の夏日本のエンターテインメント業界はかつてない興奮に包まれていますその中心にいるのは 滝沢秀明社長が率いる新しい音楽グループナンバーアンダーラインアイです。滝沢秀明といえば、かつてのジャニーズ事務所のエースであり、その後、数々のアイドルグループをプロデュースして成功を収めた実力者です。彼の手腕は誰もが知るところですが、今回のナンバーアンダーラインアイという新しいプロジェクトには特別な熱意とビジョンが込められているようです。滝沢社長の SNS には、 ファンからの期待と興奮が溢れています。特に、最新のスケジュール発表では、8月と10月に何か大きなイベントがあることが示唆され、その詳細はまだ明かされていないため、ファンの間で様々な憶測が飛び交っています。8月と10月に何でしょうね、楽しみです、まだ。があるなどのコメントからもわかるように、ファンは今後の発表を心待ちにしている様子です。ナンバーアンダーラインアイの魅力は、 その斬新なコンセプトとメンバーの個性にありますグループ名の I はインディデ u アイティ個性とイノベーション革新を意味しそれぞれのメンバーが持つ独自の魅力と才能を最大限に引き出すことを目指しています滝沢社長はこのコンセプトに基づいてメンバー一人一人に合った役割を与え彼らが自分の力を発揮できるようにサポートしています滝沢社長は 自身の経験と知識を生かしナンバーアンダーライン愛のメンバーに対しても厳しくも温かい指導を行っています彼の指導スタイルは一見厳しいように見えますがその根底にはメンバーへの深い愛情と信頼が感じられます彼は常にメンバーに対して自分自身を信じて挑戦し続けることの重要性を説いていますその結果メンバーたちは次々と新しい挑戦に取り組み その度に成長を遂げています。ナンバーアンダーライン愛のライブパフォーマンスはまさに圧巻です。彼らのステージは音楽とダンスの調和が取れたエネルギッシュなパフォーマンスで観客を魅了します。滝沢社長のプロデュース力とメンバーの情熱が一体となったステージは一度見たら忘れられないほどの感動を与えます。特に最近の兵庫での公演では その実力を存分に発揮し、多くのファンから絶賛の声が寄せられました。ナンバーアンダーラインアイが兵庫に来てくれるだけでも嬉しいです。会えるといいな、皆さんのツアー楽しみです。といったコメントからもわかるように、地方公演のたびにファンの期待は高まっています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、その期待に応えるべく、毎回全力でパフォーマンスを行い、そのたびにファンとの絆を深めています。 滝沢社長の SNS 更新には常にファンからの感謝の声が寄せられます社長ありがとうございますスケジュール更新ありがとうございます有明ライブお疲れ様でしたといったコメントが多く見られファンは滝沢社長の努力と献身に対して深い感謝の気持ちを持っていますまたまだ残ってるシークレットは何だろうシークレットが気になりますまだシークレットがあるんですねというコメントからもわかるように ファンは新しい発表やサプライズを心待ちにしています。ファンの期待に応えるため、滝沢社長とナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、常に新しいアイデアと挑戦を模索しています。彼らは、ただ音楽を提供するだけでなく、ファンとの絆を大切にし、共に成長していくことを目指しています。そのため、ライブやイベントだけでなく、SNS やファンミーティングなど、 様々な形でファンと交流を深めています滝沢社長はファンの声を大切にしそれを反映させたプロジェクトを次々と打ち出しています例えばファンからの要望に依頼て行われた特別公演や限定グッズの販売などファンのニーズに応える形でさまざまな試みを行っていますこれによりファンは自分たちの意見が尊重されていると感じ さらにナンバーアンダーラインアイに対する愛着が深まっているのです今後のナンバーアンダーラインアイの活動にもますます期待が高まります特に滝沢社長が示唆した8月と10月の大きなイベントについてファンの間では一体何が起こるのかという期待と興奮が渦巻いていますこれらのイベントが何であれ滝沢社長とナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは 必ずやファンの期待を超える素晴らしいパフォーマンスを見せてくれることでしょう滝沢秀明社長のビジョンと情熱そしてナンバーアンダーラインアイのメンバーたちの努力と才能が結集したこのプロジェクトは日本のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込むことでしょう彼らの挑戦はまだ始まったばかりですがその未来には無限の可能性が広がっていますファンもその未来を共に歩み応援し続けることでしょう 最後に、滝沢社長の言葉を借りて、この記事を締めくくりたいと思います。自分自身を信じて、挑戦し続けることこの言葉は、ナンバーアンダーラインアイのメンバーだけでなく、すべてのファンに向けられたメッセージでもあります。私たちも彼らの挑戦に励まされ、日々の生活で自分自身を信じて新しいことに挑戦していくことができるでしょう。あなたはどうでしょうか 滝沢社長やナンバーアンダーラインアイのように自分の夢や目標に向かって挑戦し続ける勇気を持っていますかその答えがはいであるならばあなたもまた彼らと同じように未来を切り開くことができるのです未来は私たちの手の中にあります共にその未来を輝かせましょう未来を信じて挑戦し続けることは時には困難を伴うものですしかし 滝沢秀明社長とナンバーアンダーラインアイのメンバーたちが示してくれたように、努力と情熱、そして信念を持ち続けることで、その困難を乗り越え、大きな成果を手にすることができるのです。彼らの成功の背後には、多くの犠牲と努力がありました。滝沢社長は、自身のアイドル時代からプロデューサーとしてのキャリアに至るまで、数々の困難に直面してきました。しかし、 彼はそのすべての経験を糧にして、今の地位を築き上げました。その姿勢は、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちにも大きな影響を与えています。彼らは滝沢社長から学び、常に自分たちの限界を超えることを目指しています。滝沢社長の SNS での発信は、ファンとのコミュニケーションを大切にする姿勢を示しています。彼はファンからのコメントやフィードバックを真摯に受け止め、 それを活動に例えばあるファンがバーアンダーラインアイが兵庫に来てくれるだけでも嬉しいとコメントした際にはその期待に応える形で兵庫での公演が実現しましたこのようなファンの声を大切にする姿勢が滝沢社長と No. アンダーラインアイの強みであり彼らの成功の秘訣でもありますまた 滝沢社長はナンバーアンダーラインアイのメンバーたちに対しても個々の才能を引き出すためのサポートを惜しみません彼はメンバーそれぞれの強みを見極めそれを最大限に生かす方法を考えていますその結果メンバーたちは自分の得意分野で輝きそれがグループ全体のパフォーマンス向上につながっています最近の講演ではナンバーアンダーラインアイの成長と進化が如実に表れています 彼らのパフォーマンスはますます洗練され、観客を魅了しています。特に、兵庫での公演では、新しい曲や振り付けが披露され、そのクオリティの高さに観客は圧倒されました。今度こそナンバーアンダーライン相当ててママに生ガンくん見せてあげるぞ、というファンのコメントにもあるように、彼らのライブは一度見たら忘れられないほどのインパクトを与えています。さらに、 滝沢社長の手腕はプロモーション活動にも現れています。彼は常に新しいプロモーションアイデアを考え、実行に移しています。その一例が、SNS を活用したファンとの双方向コミュニケーションです。滝沢社長は自身の SNS を通じて、ファンと直接交流し、彼らの意見や要望を取り入れています。その結果、ファンは自分たちの意見が尊重されていると感じ、 より一層ナンバーアンダーラインアイへの愛着を深めています。